Thank you.
地蔵湯前の駅通りですね、こちら 200m ほど進んでいただきますと突き当たりが JR の城崎温泉駅になりますけども、そのすぐ横にあるのが里の湯になります。里の湯は、屋上露天ですとかサウナですとかいろんな種類のお風呂ございますので、人気のあるお風呂にはなりますけども、本日お休みになっておりますのでご注意ください。地蔵湯から、町内を流れてます大谷川、こちら右手の川ですね、こちら川沿いに、20メートルほど奥、進んでいただきますとありますのが柳湯になります。柳湯はちっちゃなお風呂になります。ちょっと深いお風呂になってまして、外湯の中では一番熱いお風呂となります。その柳湯からさらに20メートルほど奥ですね、進んでいただきますと、ちょうど温泉街の真ん中あたりになりますけども、こちらにありますのが一の湯になります。一の湯は洞窟風呂となってございます。一の湯からは温泉街を進んでいただく形になりますけども、さらに20メートルほど奥進みますと右手に黒い大きな建物がございます。こちらが、美人のお風呂、御所の湯になります。御所の湯は、昨年新しくなっておりまして、現在は、天空風呂となってございます。その御所の湯から、斜め向かいの路地ですね、入っていただいたところにありますのが曼荼羅湯になります。曼荼羅湯もちっちゃなお風呂です。こちらは木桶のお風呂、桶風呂となってございます。そして最後ですね、一番奥にありますのが河の湯、河の湯は、庭園風呂となってございます。